アロンソ、あ、ちょっと待って。はい。アロンソです。はい、どうもー。お願いします。ね。まあ、今、チュールが来るまで、ちょっと、時間があるので、ね、はい、俺たち二人で撮れることをやろうってことで、ちょっと企画を考えたんだけど、なんか、微妙な企画ばっかで、なんか実際にちょっとね、音出ししてみたら、まあ、ちょっとこれ動画にはなんねえなっていう感じだったんで、ネタにもならん。そう、ちょっと残念ながらね。というわけで、はい、残しておいた最後のネタがあるので、ちょっとそれをやっていきたいんですけど、はい、はい、どういうことだ、これこれですよ、これ見えてねえし見えてないこれ、これ、これあのね、ピック、はい、我々ちょうど、まあ、ピックも引く、使う人間じゃないですか。そうですね、ね、ピックそう、ピック引きでベースも引く人間なので、はい、ピックでどんだけ音変わるのって話なんですよ。で、はいはい、特に、まあちょっと俺ちょっと今回用意してきちゃったんだけど、はい、その厚みで、あーそういう感じで、ピックの厚みでどんだけ音変わんのってことをちょっとやってきた。形じゃない、形はね、まあギターの方がそういうの分かりやすいかなと思って。そう、そうすごいの持ってきてくれたよね。これさ、知ってるかな、これキラー、キラーね、キラーのね、キラーピックね、これ六角形、六角形、六角形ピックっていうさ、珍しかったよね。当時もこれしかなかったもんね。で、俺はそのお気に入りのピックっていうのが、あのマスター8ジャパンっていうメーカーのピックをよく使うんですけど、ただベースに関してはこのグラビティっていうね、アクリル製ので 2mm やんの、これ。だからこの普通のピック、ベース用のピックって大体 1mm なんだけど、はい、その2倍の厚さがあるわけで、さらに、なるほどね、俺はあの 3mm と4ミリと6ミリのピックも持ってるんですよ。はあ、あ、ちゃんとやっぱエッジがつくのね。そう、なんかね、ダイヤモンドカットみたいな感じ、なんか、あ、そう、宝石、宝石みたいな感じで、ね、はいはいはい、そう、もう角のね、うん、こういう、これ6ミリで、これが3ミリで、まあ4ミリか。そう、こういうね、ちょっと分厚いピックを使ったら音結構変わるんじゃねえのっていう。いや、変わるでしょ、そこまで言ったら変わる、まあ、それ何言ってんの。いや、だからそれがどう変わるのか、どんだけ変わるのか、はいはい、ちょっとそれをね、検証していきたいなって話ですわ。はい、あと10分でチュール来るけど、やったるぜ。ちなみに、はい、キラーのピックなんですけど、うん、はいはい、素材違うんだよ、実は。これが昔の素材。あー、はい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 、はい、で、これ今の素材なんだけど、これをちょっとぜひぜひ、あー、その違いもやってみるか。 その違いもやってみるか。 OK OK、 絶対わかんない。じゃあまず、これジャズベなんですけど、まあスクワイヤーの、なんか俺が1万円しないで買ったようなジャズベなんだけど、普通の音で、で、アンペグ使ってます。アンペグの普通の音な感じでやってんだけど、じゃあちょっとそのピックを貸してもらっていいですか。どっちから行きたい。あの、じゃあどっちでもいいんだけどなどっちでもいいけど、じゃあ9、9の方行きましょう。9ピック、まあ、これでも1ミリだよね、だいたい厚さ的にね、うんうん、じゃあ普通の弾くやつで、使いやすい感じ。じゃあ次、絶対これ新ピックこれは、あのね、俺分かったよ。分かるでしょ。分かる、分かるでしょ、この違い。こっちの方がね、パキッとしてる。そう、あのね、うん、一本一本捉えるよね。そうそうそう、
今ね結構弾きやすかった。あのね、うん、この近くで聴いてると、うん、弾いた時ってアンプの音じゃもうなよりもここの音も聞こえるじゃん、うん、あそうなんだ、弾いた時そうね、そうね、その音の捉え方がやっぱこっちの方が出るな。だからあのこれは今新旧でやってるけどさ、キラーピックのだから素材によって音が変わるってことだよね。そうだね、素材によって全然で今ねこう聴いてる側はね、皆さんはどうかちょっと分かんないんだけど こっちは難しいと思う。そうだね、アンプで出音が変わったのかっていうとちょっと分かんないんだけど、じゃあ次ね、2mm グラビティ、これ俺がいつもメインで使ってるやつですわ。まあ、ちょっとどうかな、出音変わるか聞いてみてください。やっぱ予想してた通り、うん、アタック感はやっぱ出るよね。そうだね、あの、うん、音太くなってる気しない。そうだね、ああ結構俺ももう弾いててねすごいいい、あの弦に負けないわけよ、うん、2ミリの厚さになるとあのベースの弦に負けてふにゃってしならない、よくもあるけどそれが結構ガツンと捉えられるから音より太くなるよっていう感じです。で俺がじゃあなんで2ミリを使用してるのかっていうと、これね XL っていうタイプなのピック的に、だちょっとでかいわけ、うん、だベース用なのよまさに、うん、で次からやる 3mm はちょっとちっちゃいの、ちょっとちっちゃくてあの多分ベース用じゃないギター用なんだよね。だからねちょっとねどうなんだろう、こう 3mm で厚くはなるんだけど、これギター用なんでしょ。あ太いな太いな、これ何で使うの、どんな時に使うのいや多分リードのギターの人が使うんじゃない、あのアクリルピックって結構昔からあるじゃん、これもアクリルだから、そうそうそう。ちょっとさっきのピックと見比べていい、はい、2mm 2mm でしょ、あーそういうことね、うん、なんか、うん、さっき言ったさそのダイヤモンドカットじゃないの、はい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 、それが入ることでちょっとマイルド感が出ちゃってるかなって俺は思った。あーなるほどね、だから 2mm の方が今アタック出てる感じが、バキッとした気はしない、わかるちょっとマイルド、そうだね、ちょっとマイルドさが 3mm でもう出てきてるからね、次 4mm さらに、ではこれさっきのグラビティの 2mm の2倍。なるほど、さあやってみましょうか、早速。なるほど、どうだろうね、いや個人的に、うん、まあやっぱりねそのさっき 3mm だっけ、 3mm 2mm の次に弾いたの 3mm で、うん、そのなんか滑らかにさ、うんうんうん、カットされちゃってるから、ね、うん、なんか
そのバキバキっとさせたいなら2ミリ。ああもうベースとしてある意味こうバキバキしたピック引きの本領発揮するのはもう2ミリが限界なんじゃないかってことね。だと思う。ただ、うん、ちょっとふくよかさが出るじゃん。うんうんうん。3、4で。そうだね。4は結構太かったね。そうそうそう。うん、ローが出てる感じはすごいあった。だから割と、うん、なんか一概にどれが悪いっていうのはなく。ああ、なるほどなるほど。なんかそのタイミングで使い分けるのが、うん、なるほど、これはいいと思う。わかりました。じゃあ最後6ミリ。あ、まだあったの。ラスト。あ、まだあった。あの、さっきのバキバキでちょうどいいじゃん、グラビティの2ミリの3倍ですわ。えぐないこれギター用でしょ。これも完全ギター用だね。ちなみに1枚2000円か3000円すんの。高っじゃあ一体やってみましょう。ちょっと待って。え、これは今さ、あのシーンを捉えられなかったかな。なんか滑った。じゃない、滑った。なんかおかしいな。もう一回いくよ。はい、どう？なんかさ、うん、俺聞いてて、うん、すげえ弾きづらそうな印象受けた。そうね、あの弾きやすくはないね、正直ね。で、これちょっとプル…あ、ちょっと待って。じゃあ、ちょっと今この6ミリまでいった耳で1ミリ、しかも普通のやつ、 ESP の普通の1ミリ、じゃあいくよ。これ1ミリ、よくみんながベースで使うやつだと思う。あのさ、はい、あの、いや弾いてないから、うん、聞いてる本人立場的に、うん、弾きづらかったんじゃない？今ね、ちょっと弾きづらかった。ちょっとね、でしょ、なんか1ミリ太い方に慣れちゃった。あのさ、体が、いや、なんか聞いてて、うん、あの、厚みが厚くなればなるほど、うん、なんかレスポンスが良くなってる気がするんだよね。あー、わかる。弦を弾いた時の、そうね、音、わかる、おーのレスポンスが、あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。すいません、おはようございます。おはようございます。ちょっと、もしよければ、はい、今せっかくチュールが来てくれたんで、で、はい、ちょうど今ベースを入れ替えたタイミングなので、はい、あ、じゃあちょっとチュールもちょっとそこに座ってくださいよ、はい、ちょっと、早速レスポンスが、まあ聞いてみてくれよ。まあ、とりあえず聞いてみてくれよ。はい、じゃあ次2ミリ、2ミリ、2ミリね。あの、俺が普段メインで使ってる、はいはい、グラビティっていうメーカーの2ミリ一気やってみます。もう早速。
こんな感じですわ。1ミリこうだ、2倍の分厚さになるとこんな音になります。で、まあとりあえず今感想を聞かないでおきましょう。ちょっとね、溜めといてください。次、はい、このオレンジの3ミリ。3ミリ、3ミリはこういう感じ。はい、じゃあ続いて4ミリ。4ミリです。ここまで来ました。じゃあ最後6ミリ。6ミリ、もう持ってみ、持ってみ爆笑しとるから。何これ、持った瞬間爆笑したもん。何これ、これすごい、すごいでしょ、やばいでしょ。さあ、ここでちょっと音の感想を聞いてみたいなっていう。ちょ、じゃあチュールから言ってみる。さっきロイヒアもうなんかもう決まってるみたいで、もう決まってるみたいだから。決まった。なんて言ったらいいだろうな。うん。で、違いがどこにあるかって聞いたら、はい、ちょっとこう中央に黄色というか、あやっぱ厚い、うん、もう6ミリとは見たことないんですけど、あれぐらいになってくるとやっぱりミドル帯が少しだけこう与えられてるからっていう感じはやっぱある。うん、はいはいはい。なんだろうな、個人的にはこう、うん、ライブ想定で出したいか、うんうん、もしくはレコーディング想定で出したいかで、いろいろとライブハウスで音を混ぜた時に音抜けよくするために個人的には薄いピックの方が好きからっていうのがあるんですけど、うん、なるほど。で、厚いピックの場合はレコーディングで撮って、まあ、ある程度こういろんな帯域の音をしっかりと出してくれるので、あそれで弾いて、じゃあ、はい、ある意味こう分厚い方が芯のある音になってた印象、なっている印象、ね、なので、なんかどっちかというとこう、音圧を欲しい場合は、うん、ライブ発で音圧が欲しいんだったら、はいはいはい、やっぱ厚いピックだったら厚いピックの方が、うんうんうん、なるほどなるほどなるほど、感じがします、ね、ありがとうございます。じゃあロイヒーはどうですか。俺もなんかその最初も言ったけど、うん、薄くなればなるほどその弦を捉えた時のレスポンスが本当遅くなるな。あーなるほどなるほど。だから薄いと、はい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 、弾いた時に、うん、弦のしなり具合と、弦じゃない、うんうん、ピックのしなり具合でなんか厚いやつと比べると薄い方がちょっとなんかワンテンポじゃない、テンポじゃないんだけど本当にレスポンス、ちょっとしたレスポンスが、ね、当たってから振り抜くまでの そう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 時間がだいぶ、はいはいはい。だから
1ミリとかだと当たった瞬間にちょっとしなっちゃうってことだよね。そうそうそう、しなちょっとしなっちゃうから、発音するまでに若干と気持ちだけど落があって、それがそうだね。今もさ、これ生音だけど分かるかな、あのツッターンツッターンなんだよね。弦にピックがついてから鳴るっていう、はい、そうそうそう、これがアクリルとかだとなんかそのまま、まあなんか結構そのままツバンのツバーンのこうね、余韻間が短くなった気はする。結構これって、うん、演奏者にとってかなり問題、大きい問題からっていうよ。おお実はちょっと問題提起になる。自分はピック弾きであんま演奏したことがないんで、はいはいはい、なんか実際に本当なのかどうかっていうのは実際やってみないと分かんないんですけど、うんうん、実際自分も指弾きで演奏しててちょっとでも排気の音が出過ぎちゃったりしてると、うん、やっぱ触れた時のノイズ、指が触れた時のノイズで、うん、なんかリズムがつられちゃったりとかするので、自分は結構振り抜いた瞬間にリズムを取るんですけど、だから結構その触れてから振り抜くっていう、うんうん、このラグタイムっていうか、それをこう、まあどっちが好みなのかは人それぞれだと思うんですけども、やっぱ使い分けられるようにしておかないと多分ベストパフォーマンスは出せないんじゃないかな。あー、そうだね。結構それぐらいピックの厚さってなんか聞いてる分には結構、うん、あ、有意識問題なのかな。うーん、感じがします。そう、俺ね、あ、そう、俺普段ね、これ 2mm を使ってるんだけど、これまあ理由としてもやっぱなんかね、まあ、ちょっと どうなんだろう、こうみんなの意見とどうなのかわかんないけど、ちょっと俺はなんだろう、ゴーストノートの音がね、結構厚い方が太い音で、はい、でしっかりこうなんかリズムが分かるというか、1ミリくらいだと負けちゃってる気がするんだよ。なんかペケペケペケって聞こえちゃう、はい、なんか情けないゴーストノートに聞こえる気がしてて、はい、それで俺はまあ2ミリを使ってるんだけど、そうそう、2ミリ、まあ慣れてるからだと思うんだけど、うんうん、2ミリが一番バランスがいいかなって。あ、なるほどなるほどなるほど。レスポンスもまあ悪くないだろうし、うんうん、そうだねそうだねそうだね。でさっき言ってたね、ゴースノートの、うんうん、あのペケペケ感もなくて、うん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 、で割と、まあ、ピック弾きで弾く人ってバキッとした音を求めたがると思うんだ。まあそういう人は多いと思うね。多いと思う。だからそういったところで考えると2ミリがちょうどよくて、あ、なるほど、他の3、まあ3も別に悪くなかったけど、うんうん、4、6かになると、うんうんうん、ピック引きを求めてる人の音なのかなっていう。あ、ちょっと太すぎるってことかな。スラッパーが好きそうな感じに。ああ、なるほどね。そうそうそう、もうちょっとサムの、そう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 、サムのバキバキ感。なるんだね。そうかそうか。親指で叩いてるに近い、まあ親指もこれ分厚いからね。これ叩くわけだから、なるほどなるほど。ああ、それ面白いね。っていう、そういう意見ね。印象を受けます。ありがとうございます。いや、なんかこんな有意義な話になると思わなかったな。これでも深いよ。うん。これもっとね、うん、ちょっと検証しなきゃいけない議題じゃない。そうだね。なんかもしかしたら今度はこの材質。そうそうそう、材質によって、どう音変わるかっていうさ、まあ一応リハスタで、普通のリハスタでアンペグを、まあ、フラットな設定で今やってるんで、まあまあそこそこみんなが聞くような音にはなってると思うんで、そうで、まあジャズベプレベってやってみてね、まあどうかなって感じなので、まあちょっと意外に面白い話題だったってことでいいですかね。割と深い。今後もちょっと突き詰める。ありがとうございます。べきだよ。べきか。なんかさ、おすすめなピックとかね、うん、ぜひコメント欄とか、ありがとうございます、はい、書いていただければ。よろしくお願いします。やってくれるんで買うんでなんかごめん。そう、いやなんかね、あの同じグラビティっていうさ、さっきのメーカーのやつで1万4000円する 1.5mm のやつと 2mm のやつがあるんだって。だったら俺原価売る。でもさ、1.5mm と 2mm ある人で2枚買わなきゃいけない感じ出てるじゃん。1万4000のやつ。えらいことやなと思いながら、うん、ちょっと狙ってます。なんかさ、コインで弾くギタリストとか、ああ、いるね。いや、ちょっとね、なんかそういうのでもぜひコメント欄にこいつに試してもらいたければ。そうですね、ちょっと何円玉が一番いい音しますよとかね、
なるかね。ちょっと教えてください。さっき言ったね、のど飴で弾いてみる。のど飴で弾いてみる、はい、わかりました。新500円玉と旧500円玉で弾いてみる。もう変態なのよ。素直に100円のピックにしとけよ、500円のやつ使うんでも。確かに。そんなじゃあそんな感じで、はい、ね、はい、じゃあこれからね、また今3人で動画撮ってきますんでね、じゃあまた次回の動画を楽しみにしておいてください。じゃあありがとうございました。じゃあ、めっ、よし。